はい、どうもハゼ太郎です。今日はね、トカラノコギリクワガタの、掘り出しをしたいと思います。ウカビが、2018年の6月17日ですね。ちょっとね早いかもしれないんですけど、ただちょっとねオスの方がなんかちょっと怪しい感じがしてるんで、状態確認ということも含めてね掘り出ししたいと思います。でまず先にねこちらのねメスの方を掘り出したいと思います。一応ねオスとメスねいるはずなんですけど、まあ、実際ね掘り出してみないとちょっと PP ボトル半透明なんでねはっきりとは分かんないんですよね。なんで実際に掘り出してねちゃんと確認を取りたいと思います。出ましたね。おお。トカラノコギリクワガタのねメスです。結構大きいですね。サイズを測りたいと思います。だいたいもう収まりきってますね、お腹の方。ここからはそんなに小さくならないでしょう。大きさが今37.5今38ですね。いやいい大きさですね。トカラノコギリクワガタね、僕これ初めてやるんですよね。幼虫買ってきてね、そこからね育てたっていうだけで、まだブリードとかはね今までしたことないんですけどね。これはね非常に楽しみですね。じゃあ次ね続けてオスを見ていきたいと思います。でオスのね何がちょっとね心配かっていうと、羽化した後まあ横からちょっとシルエットがね見えたりはしてる感じだったんですけど、そのシルエットのね位置がいつも同じで、で顎はねでもちゃんと伸びてるような感じではあるんですよ。ただいつも仰向けの状態になってて、でもしかしたらその結構ね瓶底の方に作ってあったんで、もしかしたらその不全を起こしてる可能性とかあるのかなという気がちょっとしてるんですよね。いやー無事でねいてくれればいいんですけど。
ましたね。おお、さてどうかな。おお、不全は起きてないみたいですね。しかも結構いい大きさですよ。ちょっと手汚れちゃったんでね、綺麗にします。これね、見てくださいよ。トカナノコギリクワガタね、本当のコギリと比べてもね、色が全然違うんですよね、うん、これがね最大の魅力、こいつの魅力なんですよね。ちょっとねサイズこいつも測ってみたいと思います。ちょっともうちょっとねお腹が引っ込むのかなっていう感じですね。なんで上肢のね端のところから計測をしたいと思います。まだねお腹が本当収まりきってない感じなので大体になりますけど 68. ね、あ、すいません今ちょっと動きましたけど6ですね。うん、ちょっと逆になっちゃうから数字変わっちゃいましたけど 68.6 でした。いや惜しくもね70はいきませんでしたね。いやでもすごい立派ですね。いやーこんな立派にね育ってくれてるとは思いませんでしたよ。まあ本当惜しくも70いかなかったっていうのはね残念なところですけど、これねオスもメスもいいサイズですね。多分ねこれだけ大型の個体なのでまあ休眠期間が本当はね長いんだと思うんですけど、まあこの後はね、容器の方にねフェアでね別々に、セパレーターで分けて、休眠期間を過ごしてもらいたいと思います。一応管理温度はね掘り出す前と同じね、だいたい22から4の間そのくらいの温度でね、管理したいと思います。すでにかなり動いちゃいますね。これがねメスですね。ほんとね、カメラでこうやって見るとね、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、本土のね、ノコギリクワガタとは全然ね、色味が違いますよ。ちょっと、比べてみましょう。これがね、本土ノコのメスですね。最近ね、野外採取したやつですね。危ない。やっぱ色がね全然違いますよね。本当のコギリも結構赤みがかかってると思うんですけど、トカラのコギリっていうのはねもっと赤みが強かったりこうオレンジに近い色だったりするんですよね。
でこの個体はね、大きさがだいたい33ミリ台の個体なんですけど、やっぱりこう比べてみてもね、分かる通り全然大きさが違いますね。いや本当ね、立派なメスですよ。で今度オスね、このねオスのトカラノコギリ、いやまあ70はねないんですけど、60後半、まあ68ミリから多分7ミリくらいになると思うんですけど、いやね、これに近いサイズをね、本土ノコギリを求めてるというわけですよ。こんなのね見つけたらもうほんと発狂ものですね。ぜひねゲットしたいですよね、このくらいのサイズの本土のこぎり。で実際ね、この間の樹液採集でね持ち帰ってる本土のこぎりの個体いるんですけど、これがね、大体60ミリ台の個体ですね。それと比べてみても一目瞭然ね、全然サイズほら違いますよ。こっちの本土の子をね捕まえた時もかなり厚みあると思いましたけど、やっぱりねこっち全然違いますね。いやーほんとね、この色合いといい大きさといい、これもうね十分なレベルですね。本当にねいい色合いしてますしね、大きさも十分ですね。本当のノコギリもね、いいんですけど、こういうね、まあ、離島のノコギリとかそういうやつもね、ちょっと色が変わってたりとかね、あと顎の形状ね若干違ったりもするんで、こういうね、変わったね国内のノコギリとかね、そういうやつとかもぜひね皆さんに興味持っていただければなと思います。ではね、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。皆さんもねぜひ離島のノコギリとかね、平田クワガタ、そういったところもね、興味ある方ね飼育していただければと思います。